ええー、ノリノリのりどりの、はし、ですやったー <laughs> 今年は最高な年だぞイエーイ <laughs> はい、えー、おはようございます。えー、今日ね、あのー、お昼、ね、12時頃には家を出て、えー、全泊ですけど、今日から、熊本川切りに、1ヶ月間、ね、日本全国を、 ぐるりと回ってきます。イエーイイーイまあね、いろいろとね、下準備がやっぱ1ヶ月間ね、もうあの出っ放しなんで、一番困ってんのがね、洋服。<laughs> 途中で洗濯できんのかなって。まあ、できなかったらまできないで、まあ、あの洋服買えばいいやと思ってね。そんなあの軽いノリでいます。で、えー、明日、あさって、熊本のお話し会、そして上級者編、そして その後、沖縄に入って、いよいよ、沖縄のデトックスツアーで、え、お話し会、なんと100人会場 <laughs> やる<れ>ー <laughs> 初の100人会場 <laughs> で、1ヶ月間回っていきます。で、なんとですね、私ね、あのー、ツアーの途中で、えー、移動日に、 なんと、まだ決定じゃないんだけど、この移動日にたまたま、えー、私が尊敬する藤原直也さん、藤原直也さんですよ。藤原直也さんのなんか講演会か講話会かお話会かちょっとわかんないけど、それがあり、ピンポイントで僕の移動日の日に同じ場所でそれが実施され、そしてそこに えー、どのタイミングで行けるかわかんないんだけど、ね、あのー、参加することが <laughs> できそうです <laughs>。1ヶ月間ね、日程びっちり組まれてて、その移動日ですよ。移動日の空いた時間に同じ場所なんですよ。移動日の場所が同じ場所。藤原直也さんが講演会する場所が僕が移動する場所の <laughs> 日だったという。 こんな奇跡、ある <laughs> すごい。もうね、これね、導かれたとしか言いようがない。えっ、ー、と、まず、最終的にね、藤原直さんに会えるのか、うん、もしくはえあの、対面でお話ができるのか、その先、YouTube が撮れんのか、そんなことはまだわかんないよ。わかんないけど、その、お誘いが来たというだけでも、ぐ <laughs> 奇跡 <laughs> 前回もねえっ、ー、と1月の、えー、ちょうど休みだよ1月7日だけ休みで5日からもお話し会が入って56って入って89101111バーッてやって7日だけ空いてるななんて思ってじゃあこの日ちょっと家族でランチでも食べに行くかなと思ってたらそこにピンポイントで橋あのー、かあの紙人さんの講演会が 東京であるから、あの、招待しますんで来ませんかって言われた。うわピンポイントとか思って、やったーなとて思ってたら、今度は、こう、福岡、福岡だったかなうん。ピンポイントで、その移動日だよ。うん。ね。そ、その移動日で、ちょうど飛行機のタイミングで、一旦、あの、福岡入りするかな感じで、え、翌日から福岡のお話し会っていう、その前日に、 そのお話 <laughs> 超ラッキーイエーイ <laughs> すごいぞ、すごいぞ <laughs> いやーね、毎日ね、ウキウキワクワク、ね、そして面白がってね、この瞬間、瞬間、今、今をね、えー、生きてる。ね、それをね、大事に、大事に使ってるんですよ、僕。そして魂が喜ぶこと。 今自分はこの瞬間何をするのが楽しいんだろうこの瞬間何をしていることが重要なんだろうって常に考えたよ。常に。だからここしかない。だからもう過去のこともすぐ忘れちゃうちさ、未来の日程なんかもあんまり気にしてないんだよ。<laughs> 今、今、今は楽しいんですか朝目が覚めてか夜寝るまでずっと僕楽しいの。<laughs> 楽しいんだよ面白いの。ね。確かに、ね、嫌なことも起きる。ね。つ辛いことってあんま思わないけど嫌なこと起きる。うんって思うことある。まあ、あのあ次の動画でねあの昨日のお話し会のことをちょっと伝えようと思うんですがそういったことは起きるけどそんなね何て言うの,あの引きずったりもしない。うん、あしょうがねえやって思いました。たただ僕が言いたいのは なんと藤原直也さんと、えー、ピンポイントで、えー、お会いすることができるかもしれない。ね。そういう奇跡がまた起きたぞ。だよ。でね、僕ね、藤原直也さんがね、すごく好きなのは、あの人は経済通であり、なおかつ、えー、出口鬼三郎さんの大元、ここの、えー、すごい、あの、熱心な、まあ、あの、 教団幹部かとかってそういうのは僕分かんないよそういうことは分かんないしかしすごく勉強なさ,なされてんですよであの YouTuber でアドモアゼルアイさんアドモアゼルアイさんっていう方昔よく聞いてたんだけどこの方とえ藤原直美さんいつもねコラボで対談もしてるんであのこのお二人は素晴らしいなっていつも見てます大好きだなと思ってであのツイッターもちゃんとフォローしてるし そして YouTube が出れば出たできちっと僕毎回あの見るようにしてるんです。その私が尊敬している藤原直哉さんと自分の意思とは関係なく導いてくださる方が出たということになる。こんなすごいことある嘘イェーイ <laughs> やったね。本当にすごい。 でもねあの僕あのねすっごい強いイメージで藤原直美さんに会いたいなっていうそういうのを毎日毎日グーってねあの自己啓発みたいにやってないんだよふとああ藤原直美さんとお会いしたいな藤原直美さん本当にバランスの取れた人だなって霊的にも分かってる経済も分かってるそして今回の石屋のことも全部分かってる未来を見お見通ししている そして魅力の世についても語ってる。こんな素晴らしい方いないな。そしてそこにもう何えっと、一回の講演会で何百人何千人って集まるそういうトップリーダー。そのと方のところにいつか会えたらいいな。なんて思ってたら会えちゃうんだよ。<laughs> ということでね。まあ、あの、まず一本目。 あの、この藤原直也さんのお話をさせていただきました。で、あの、まあ、最終的にね、本当に具現化するかどうかっていうのは、もう宇宙に任せてありますね。宇宙にね、もう自然体でいきます。ただ、僕の中ではもうすでに合っている。ね。えー、ということを、えー、今からしっかり予宿しているよということです。えー、この予宿のね、使い方は、本当に簡単なんだけれど、簡単なんだけれど、コツがいる。うん。 このことだけ言と。要はね、感情だよ。感情。自分の感情が常にね、楽しい、面白い、ありがたい、感謝していたい、そういう気持ちで溢れ返ってないとダメだよ。それから二つ目。自分のことが大好きで、大好きで、大好きで、大好きでなきゃダメだよ。だから、子供に愛、 ね、主人に会い。その前に、まずは自分だよ。自分で、自分のことを好きで好きで好きになることだよ。ね。そのためには、誰に会っても僕は、ハッチ、友昭、ハッシーはね、僕は大好きだって。で、皆、ハッシー素敵だね。ハッシーかっこいいねって言われたら、それに対して、そうでしょうそうでしょもっと言ってもっと言ってって。それぐらいなことだよ。 かっこいいね、素敵だね、綺麗だねって言われた時に、いや、そんなそんなってみんな言うんだよ。そんなそんなってばっかって。もうそれが、それが落とし穴なんだよ、落とし穴。ね。だから、えー、今日、ちょっとね、藤原直也さんのお話をして、えー、朝からちょっと、ウキウキ、熱々の発信だけど、どうか、よろしくお願いします。今日、熊本入りだよ。そして、1ヶ月間、お話し会、全国、回りようイエーイ